はい、本日はですね、何の日なんでしょうかというわけなんですけれども、プロデュース X101 のコンセプト評価、コンセプト評価のチッケム解禁1年記念日です。水曜の伝説の PV のチッケムが解禁されて1年という月日が経ったんです。だから去年のうち今頃。食堂で見とるこれみんなの実況をニヤニヤしながら私多分10日後に渡韓してるスローガンね、うちも持ってんだけど持ってくるの忘れた。スーパーソシャルガール、一歩一歩、マンデートゥーサンデー、ああじゃなで、ゆがりうんじゅう、うんじゅうだった。うわー、待って、もう待って、久しぶりに見る、あのあれが大好き、クムドの最後のさ、あもはや名前忘れたんだけど、誰だったっけ、ユビン、あーユビンだ、この人何しろやん、スーパーの何しろ最近何もしない。おお、え、あの、誰だったっけ、あ、そうだ、いやー、あーあー、ここのチームめっちゃ好き、あー、もっと泣きそう、あー、いいと、あー、この、これ、あー、この、これ、アイクグース、アイクグースあー、この、一歩一歩たちが真似しとる、あー、この一番好きなところ行くの、あー、おー、クムドのマップ、あこのキレ。あ、ニモが飛ぶ。魚が飛びます。そうだ。あー、キレがいい。でも正直さ、フリューの時はみんなさ、あのデビューしたいからさ、ガチになるからめっちゃキラキラしてる。それは、表情が最高。この感覚、ソーシャルディスタンス、ソーシャルディスタンス、一歩一歩、大好き。あー、もう懐かしい、マジで。でもうちこれのクムドめっちゃ見たかった。あ、それはある。うん、そうだよな。ふざんま、元気か。でもめっちゃかっこよだったよ。痩せた。めっちゃかっこ、いや、ハムはやばい。ハムはめっちゃ変わった。ハムやばい。え、このさ、顔見にめっちゃよくない？うちこの前髪好きなんだけど。あー、ガチャ。あ、めっちゃもうちょっと、あの時の感情が蘇る。一歩一歩の親。めっちゃ揃ってるな、ここ角度とかめっちゃ綺麗。いいこといいんだ。へえ、坂ちゃんのパイボーイボーイボーイ。ここみんなやられとるけ、いじぬの可愛さに。いやでも本当にこれにコンセプトに関しては、あのうんちげとゆがりに手を入れすぎ。ああ、まあそれはある。最後にな、持ってきすぎたよな、ああいうかっこいいけど。今さ、すごい大きくなってる。もう身長伸びた。ファンディングで頑張ってる。あ、もうここめっちゃ鳥肌立った。ここのさ、ヒョンジュン君めっちゃ好き。いい、うまい。ああ、いい。はい。かわいい。さかちゃんのパイだか。素晴らしい。ありがとう。夢をありがとう。
当に行きたいわ、ここ行きたかった。あー見たかった、ここ行きたかった。生で見たらやばいと思う、うん、めっちゃ好きだなこれ。うわ、てかメンツが懐かしすぎる。あ、待って、誰だったっけ、ヒョプ、イヒョプ、イヒョプな、普通にタイプなんだけど、いや、わかる芸人なんなら惚れるよな、うん、すんじゃん。あー、好き。あー、いい、この時の髪色めっちゃ好き、めっちゃ好き。ラップがいい。 You know、待って、今のどういうの、どういうの、待って、どういうの、この人が誰だったっけ。チャンプ。あ、そうじゃん。何気に好きだったんだよ、チャンプ。鬼みたいで、いや、似とるよな。のてめのてめゆくるこわそよちかつきふのてめのてめぐー、いい、わかる、えい、うわ懐かしい。ここ好き。これはやべえ。決めたな。お、ひゃ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 、来るよ。です。素晴らしい、ひょくのこの高音。来ました。親か。てか本人はさ、その服だけちょっとさ特別感があるけどね。うん、センターだから。やっぱさ丈合ってないんだよ。だからめっちゃあれなんだよ、腰パンなんだよ本人。あ、そうなの。足が長すぎて。足が長すぎて。腰パンここら辺ね。なるほど。あ、ほら、キャンプかっこいい、かっこいいな。あ、別に押してたわけじゃないけど、あ、かわいい。いや、見に行け。ゆがり、ゆがり、これも結構伝説よな。うわ、久しぶりに見る。近い、この声誰だったっけ、うんさんか。いや、ここ出だしが半端ねえ。はい、ここスーさん。あ、スーさん。めっちゃスケンドルファンだ。ここが素晴らしい。声量よな。ここ、あ、ここエグい。ゆがりって黙ってしまう。うん、なんか感傷に浸ってしまう。なんかここでさ、ヨハンがちゃんとラップに、ラッパーになってるのが感動よな。ここでもラッパーの何実力、思いっきり発揮してる。なんか、最初のさ、ボスに戻るからさ。ボスも上手なの。ここのユビンの顔したら、わかるよ。そうなる。スーさんプチ情報なんだけどさ、うん、うちのお母さんさ、スーさんにドハマりしてさ、ビクトンのファンクラブ入ってんの。そうこれこそ伝説。うわージャンペ、これはもう、もうブリュー、もうブリュー上、もう何伝説。レッスンヒョンビンとか何そうじゃる今。え、でもなんか事務所置いとたいじゃないですか。そう、かわいそうに出力があるのに。どこに行ったんだろう。え、なんか噂では自己先輩とこ行ったっていう噂もありますよ。慶応寺。あー、かっこいい。
かっこよくない？え、めっちゃいい。うん、ジギャ。うん、ジギャ。うん、ジギャ。最高。うん、ちょっと待って、バイ。めっちゃ歌唱力いいよな。でも最近のビョンちゃんもやばい。ビョンちゃんかっこいい。ビジュアルいいもやばい。ラストスパート。うん、え、ここのナハンギョッとする、めっちゃ好きなんよ。めっちゃいい。お、来ますよ来ますよ。うん、ジギャ。うん、ジギャ。はい、オッケーでオッケーよ。あー、お姫様がやりました。ひょんみー、ここの磁力さ、今まだに謎ないよな。それは思った、うちだけかなと思ってたけど、共感してくれる。何なんだろうって思いながらずっと。いやいやいや、